ドーン。今日のバトル。なんでこのまた。じゃん。はい。だってこいつら絵がないんだもん。なんでこの写真が出てくるんですか。ドーン。今日のバトル。なんでこのまた。ワニとクマじゃん。はい。どっちが強い。ワニとクマ。藤原の仲間は奈良時代の人。だってこいつは絵がないんだもん。なんでこの写真が出てくるんですか。どっちが強い。ワニとクマじゃん。なんでこれが出てくるんですか。じゃあ問題。ワニとクマ、人をいっぱい食べてるのはどっち。ワニ。ワニ。ワニだね。ワニだね。あの大きい野生動物で一番人間食ってる、殺してるのはワニだね。サメとか比べ物にならない。サメ3人しか殺してない1年間に。そう、ワニが一番やばい。ワニがやばい。もっとやばいのは蚊だけどね、蚊。蚊も。まあ、そう、熱帯の方。そう、熱帯の方、マラリアとか。でもさ、人間を殺す動物ナンバーワンは人間だから。いや、蚊じゃねえかな、歴史的に。蚊じゃない？まあ、ウイルスだったりするんだけどね。ウイルスだったりするんだけど、ね。確かにウイルスだね。ねえ。まあ、そういうわけで、まあ、いろいろやったわけで。じゃあ、今日、ワニが勝つと思う人？やっぱり。どっちも知らない。はい、クマが勝つと思う人？はい。あ、やっぱ。ワニとクマの生物でやったらワニだと思うけど、うん、人だから。人だからね。だからなんか後の方選ん、まあ、まあね、後藤又兵衛は戦国武将なんだけど、藤原の仲間っていうのは奈良時代のね、奈良時代の人、ちょっとね難しめの人。後藤又兵衛も強いと思うんだよね。さあ、じゃあ行くぞ。後藤又兵衛56歳で死んだ。藤原の仲間は59歳で死んだ。家柄力、さあどっちがいい家柄に生まれたか。後藤又兵衛、別所氏の家臣。ダメだ、攻撃力1。藤原の仲間は、まあ藤原氏だからね。まあ藤原氏だからね。藤原の何家、攻撃力20。先生も一気に藤原氏がやっつけないように調整してますね。してないよ。なんかこの前からさ、俺のこと疑ってない、なんかすごい疑ってない。疑ってますね。毎回なんかちょっと待ったみたいな感じ。なんか人聞き悪いな。なんか疑ってない、ちょっと。なんかみんなが賛成した方をダメダメにしよう。はい、出世力。疑っちゃダメ。疑っちゃダメ。まっすぐな気持ちで。ずると思うな。出世力、ダーン。後藤又兵衛、16位下、沖の神まで。攻撃力10。このね、6位とか10ってのはね、数字が少ないほど偉いの。数字が少ないほど。うん、仲間は、どう、超一位大使、太政大臣と一緒。豊臣秀吉クラスだよ。攻撃30と。多分これ、絶対計算しましたね、これ。攻撃さん、計算してないって。いや、これ絶対ですよ。だって、一位を取らせてんですよ。たまたまだって。クレームがすごいんだけど。一切で。やばい。後藤又兵衛、あと1だ。やばい、ギリギリ。絶対逆転するこれ。ギリギリだ。さあ、どうなるか。最後の戦いは。武力。はい。武力は見ておかないとね。行くぞ。ドン。後藤又兵衛、大阪5人衆、10倍以上の敵と戦う。あらすげえ。うわ、負けた。藤原の仲間は。キビのマキビの計略にはまって逃亡中に捕まって首を切られた。ダメだ。どうか。41。マイナス41。マイナス41。おっとギリギリで後藤又兵衛の勝利です。後藤出た。最後武力は物を言ったね。やっぱりね、武士は強い。俺たての赤ちゃんが勝った。どうぞ。